どうもゆうさです。はい、さあ今回はこちら買いました、550分の1スケールララースン専用モビルアーマーということで、エルメスなんですが、エルメスと書いてないんですね。ここには書いてますね。ジオン軍モビルアーマーエルメス、本体の名前はララースン専用モビルアーマーとあります。はい、これね、キャーのやつです。キャーのやつ、はい、でシャーもいます。シャー専用ゲルググとキャー専用のエルメスです。でこれ旧キットですね。で箱ちっちゃくて多分300円ぐらいなんですよね。元は僕アマゾンで買って知らなかったんですけど1800円ぐらい払いました。めっちゃ高い買い物しました。はい、で中を開けますとこのような綺麗なエメラルドグリーンですが、ちっちゃいビットですかね、これあって、はい、まあこのような感じ。ちょっと旧キットは初めてなので、ファーストグレードはね似てるんですけど、ファーストグレードによく似た雰囲気がありますが、なんかさらに難しそうな気がしますのでちょっとビビってますが、作ってみたいと思います。はい、じゃあちょっとまあ見ていきましょう。開けてみましょうか。旧キットはねなんかやっぱ難しいとか、まあ初心者がね手出すもんじゃないみたいな感じでちょっと言われてる気がするんですけども、もともとねこれガンプラ皆さんこれを作っておられたんですもんね。なんで当時の子供とかもこれを作ってたと思うので、まあ、やってやれないことはないだろうと、まあ、改造とかそういうのはまだまだちょっと僕には程遠い話なので、とりあえず作るだけ作ってみようかなと思いますが、トリセツは少ねえな。 FG と似てますね。めっちゃ少ない。で色はエメラルドグリーンとか、シャインレッドで、あ、ゲルググほんもちっちゃついてるな。ゲルググちっちゃ、ちょっと待ってください、マジでちっちゃい。まあ、550分の1やから僕普段作ってるやつ144分の1の HG を今まで作ってるので、これ550のゲルググえぐいな。可愛いですけどこれはちょっとどう、スプレーの塗装は無理かな。ベースだけ赤塗ったらもう筆ですね。これね、これですね。ちっちゃい、可愛いけど、ちょっと待って、これね関節、何にもないけど、どうやってこれつけるんやろ。そもそももう接着剤確定かな。関節動かないんですかね。縦10爪ぐらい、爪より小さいぐらいですね。これ何かわからないような武器みたいなのもありますが、これはサーベルかな。サーベルの絵ですかね。なぎなたの絵ですねこれ多分ね。で縦めっちゃ可愛いけど、まあ、これがまあゲルググの部分 で、あとはまあこういう感じですね。これはまあまあツルとして可愛いですけど、でビット12345 10個ありますね。これまたどう飾んのって話だからこれ空飛んでるんですもんね多分ね。まあこいつはまあほっといていいや。とりあえずこの本体作りましょう。はい、まずは本体と、まあ、できればゲルググいきましょう。ちょっと、頑張ってみます。
はい、パーツ全部切り離してみたんですけども、仮組みしようとしたんですが、想像以上にやばいですね。はい、まずマスク手で接着しようとしたんですけど、もうめんどくさいしいいやと思ってここで止めてます。はい、接着剤が必須なので仮組みがすごく難しいですね。であとはこうやっちゃったんですけど、まあ、このようなねゲートのところちょっときれいにしますけども、ちょっと汚いんですよねこれね。なんかちょっと素材が HG とかのやつとちょっと違うのか、なんか薄いんですよ、軽いっていうんですかね。でそのせいでこう気をつけないと切った時に片方をランナーから外したらプラーンってなって、そこがもうその逆サイドのランナーのところが行っちゃったりとか、なんか結構ねその辺繊細ですね。薄っぺらいし軽いし、なんかブヨブヨこう動くし、一箇所接着してみたんですけど合わない、跡がこっちとか合わない、だいぶ強引に合わせてつけたんですけどね。はい、なんでこの辺も多分旧キットあるあるなんだと思うんですけども、頑張っていきたいと思います。あとは、ね、精度ね、こう見ていただいたら分かるかな、ちょっと見にくいんですけども、パーティングラインって言われるやつとか、もうその以前の問題でなんかバリみたいなのがすっごいあって、まずそのバリを取ったりする処理を結構ガッツリやらないといけないということで、まあ、これからちょっと頑張ってやりますんで、先塗装をしようかなと思います。塗装はマスキングが結構必須な部分も多いので、まあ、小さいのでちょっともう筆で塗るところはもう諦めて筆で塗る。はい、でそれ以外は、ざっとこうスプレーでやってしまおうかなと、スプレーエアブラシでやってしまおうかなと思ってます。まず全体が、ゲート処理終わったらグレーのサフを拭こうかな。はい、でもうグレーサフのまんまでこのどうだろう、まあまあ質感次第ですけど、なんかどうでしょう、まあとりあえずサフ拭きます。はい、ゲート処理して、合わせ目とか、合わせ目が悩むんですよね、多分あんまりないんですよ。パッと今仮組みしてみた感じであんまり合わせ目で出なそうというか、多分1箇所もないかな、キット的には。ここだけ、ここ多分出るのはこの底のこの部分だけなんですよ。この部分は今もう接着したので、まあ合わせ目キッシュ軽くやったら、あとはね多分全部大丈夫だと思うので、まあラッキーでしたねこれに関しては。なので、マスキングして塗り分けだけは、やらないといけないと思うので、それだけは頑張ります。まずはじゃあゲート処理やって塗装に入ります。はい、とりあえずサフが塗り終わりまして、乾燥しました。ちょっと色悩んだんですが黒にしました。で、まあ、細かいところちょっと入りきってないところもあるんですけど、まあ、このまま進めます。とりあえずマスキングをしないといけないので、ちょっとマスキング頑張ります。はい、グリーンに塗装完了、あとちょっとグラデーションっぽく塗ってみました。はい、さああとは組み上げるのと、細かいこういう、塗り分けのところは筆でちょっとやろうかなと思います。はい、大きな塗り分けはマスキングでやりました。はい、ではここから完成までいきますか。ちょっと接着が多いので苦戦しそうですが頑張ります。あと忘れてました、このゲルググです。はい、一応ね銃は持たせたんですけど、このサイズ感、塗料瓶がこれなのでこのサイズ感です。
ょっと分かりにくいですけど、めちゃくちゃちっちゃいです。はい、縦こんなんです。これ縦ね、ちょっとしたゲンゴロウぐらいしかないです。はい、なのでこれも筆塗りでシタデルで塗ろうと思ってるんですけども、いけるところまでもうある程度でいきます。はいはい、ではこちら、ちょっと暗くてごめんなさい、見えない、ゲルググ550分の1、ゲルググシャア専用ゲルググです。はい、これを、塗装していこうと思います。で、やっぱりシタデル、またこいつを使おうということで、このカラーの中でやれることをやっていきたいと思います。ちょっと手元遠いかもしれないんですけど、このまま行きたいと思います。ちょっとブツブツ喋りながらやりますね。さあ、久しぶりに登場しました、シタデルカラー。まあシャア専用ということで、基本は赤ですかね。ここにね、ちょっと作例というか、この完成写真が、これピントが合ってるかどうか分かりませんが、あるんですけど、もうこれがまずちっちゃくてこんなんですよね。はい、で塗り分けるならば、まあグレー、黒っぽいグレーですかね。銃がスチールっぽい感じ、ちょっと分かんないです、これ銃の色があるけど、まあ、シェードも多少入れて、シェードも入れて、青はいらないですかね。青はいらないですよね。まあ赤ですよ、メインは。これ赤2色使いなんですよ。なのでそれをどうしようかなという感じなんですよね。まあ、ピンクのサフを拭いてもいいかなとも思うけど、ピンク、その見た目上あんまピンクピンクしてないので、それがどうなのかなっていうのと、あと変にピンクサフを拭いたら、なんていうんですか、今黒から言ってますけども、なんかかえって影のところとかにピンクが入っちゃってダサくなるのかなとか。いや、どうやろうな、これでもピンクサフ入れた方がいいかもしれないですね。まあいいか、一応黒あるんですよ、黒とかグレーあるんで、まあ、ちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、赤と混ぜて濃い赤を作ることはまあできなくはないので、まあちょっと筆塗りでやってみましょうか。とりあえず全部出します。一回出しました。はい、縦のね、色がこう見ると、このこれを見ると、だから紫みたいな色してるようにも見えるんですよ。ちょっと携帯で調べてみましょう。シャア専用ゲルググですよね。シャア専用ゲルググのカラーですよね。結構ピンクですね。あ、そうや、そういえば私持ってるわ、HG の持ってました。これやね。結構ピンクですよ。いや、割とピンクやな。んで縦に黄色の縁が入っていて、黒で、まあ武器はまぐれかな、胴体が赤。よし、じゃあピンクサフにしようかな。ピンクサフでそれにシェードを入れるような感じで、メインの色味を作ろうかなと思うので、じゃあちょっとピンクサフを拭いてきます。はい、行ってきます。はい、ブラシ塗装やってまいりました。ちょっと見えますかね、こんな感じの色。はい、全身をピンクに、はい、
ですね、ピンクサフ行こうと思ったらこんなん買ってまして、シャーピンクっていうやつで、これ最初塗ってみたんですよ。じゃあやっぱまあ黒サフの上からっていうこともあって、まあ、発色もなかなか難しかった上にちょっと薄いなと、ピンクすぎるなっていう、まあ、この蓋の色なんで、これなんで、でどうしようと思って、でちょっとこのブライトレッドを混ぜて、少しだけ混ぜて、で二度塗りしまして、でまあまあ結構いい感じのお色味になったかなと。はい、これであとはね、このシタデルの赤が、まあ、アーマーの色になるんですけど、ボディのところになるんですけど、これがこれより濃ければ大成功っていう感じですね。はい、でまだちょっと完全に乾いてないと思うので、先に縦の方から塗りながら、こっちの乾燥を待ちながらという感じでいきたいと思います。さあでは縦いきましょう。一応ここにですね、今 HG のゲルググの箱を置いてますので、これを見ながらといっても、縦はあんまり、青グレーみたいな感じなんですよね。なんか合ってんのかな。10もまあ10はただのグレーかな、なんかブルーグレーみたいな感じなんですよ。ちょっと青を出しましょうか。ちょっと出して、こんないらない。あ、結構でもこの青でもう割とすごいグレーっぽい青なんですけど、これあかんかな。混ぜてもいいけど、どうなんやろなっていう。これがグレー、これはまあ多分銃とかにも使うんで、ちょっと出しときましょうか。シタデルね、すっごいすぐ乾くので、あんまりこうどっちかでも直接ボトルから塗った方がやりやすいっていう塗料ですね。よし、じゃあちょっと混ぜてみましょうか。混ぜて作ってみましょう。グレー多めかな、どうかな、こんな感じですかね。みたいなね、こういう感じですかね。よし、でも割と綺麗な色ですけど、どうやって持てないっすよこれ。ちょっと私が考えたやり方でいきますか。これもね、どうやって塗ってるかというと、本体も両面を使って、両面はすごいネチネチしてるから、両面とこれでこいつに両面をここに貼ってですね、両面を貼りまして、剥がしてここに貼っつける、これで、はい、よし。裏は多分塗らなくてもいいと思うんですけど、あの見えないまあ、まあグレこの色塗っときましょうか。そのまんまとりあえずざっと行きましょうか、ね、裏からじゃあ、あーいい色ですよ。2回ぐらい重ね塗りすればもう綺麗に発色してくると思うので、感じですけどね。縁に黄色を塗らないといけないんですけど、黄色持ってないから下出る。どうしようかな。また金を黄色の代用にするか、一応エナメル塗料の黄色買ってきたのでそれを塗るかですね。ちゃんと濡れてます。
後ろ側は接着側なので、まあ、そこまで。いやもういいっすけどね、これもうできてるんですね。すごい綺麗。重ねる必要はなさそう、うん、筆塗りのやっぱ最大のなんていうか塗装の最大のなんていうか難しいところって僕は結構光かなと思うんですよ。それに気づいてライティング、この光の当たり方で作業のね全然違うんですよ、やりやすさが。で一応デスクライト買ったんですけど、やっぱ難しいな。もうすっごい明るい状況でやりたいですね、本当に。全方向からこう光ががっつり当たってる、もしくはもっと手元にそのライトを下げて、今これぐらいの高さに今ライトがそこにあるんですけど、これでも遠い感じがします。ここの辺に欲しいですね、ライト。でプラスハズキルーペみたいなのがあったら最高なのかなっていう感じはします。さあ本体まだちょっと乾いてないと思うんですよね、ラッカーが。なのでこいつの黄色先行こうか。こう下出る本当に乾燥早いですから、もう乾いてます。縁どうしようか悩むんですよ、このねレモンイエローというまあタミヤの、まあ、買ってあるんですけど、これを筆で塗るかって感じなんですよね。か黄色は、まあ、一応このカッパーみたいな金色みたいなやつか、あとフレッシュがあるんですよ。フレッシュ肌色ですね。フレッシュどんなの、一回も多分開けてないの。見てみましょうか。肌色って感じじゃないよな。いやなんかもう 泥みたいな色ですね。ちょっと違うですね。やっぱまあこれかな。これ確かに黄色っぽいんですね。まあ、見た目はかなり黄色っぽい。ちょっとただラメラメ要素が入ってて、ちょっとメタリック光るんですよ。まあまあ一回これ塗ってみましょうか。でダメやったら。その上からレモンイエロー、まあ、もしくはハイライトっぽくレモンイエローを入れればいいかな。金ですね、完全にね。金なんですけども、まあ、すごい綺麗な色なんで、まあ、アクセントで別に金入っててもいいかな。集中します。はい、ということでですね、550分の1シャア専用ゲルググ完成いたしました。はい、寄りましょう。ピント
ートが合いません。来た。はい、こんな感じで完成しました。ですね、メインはピンクの部分はラッカーで、それ以外はシタデルで筆塗りでやってみました。こんな感じになっております。はい、ちょっとですね、塗ってる最中の動画途中で切れちゃったのと、あと手元がもう全然映ってなかったので、まあ本当はじっくり見せたかったんですけど、早送りに多分してると思います。はい、まあこんな感じ。もうちょっといろいろアラも目立ちますけどね、もうこれが僕の現状の限界ですね。はい、ちょっと明るいところに出してみようと思います。あとはサイズの比較で他のモビルスーツとも並べてみたいと思いますので、ちょっとじゃあこいつを移動させます。はい、では完成したものをもう一度明るいところで見ていただきましょう。これを例にして塗りました。はい、こんな感じです。はい、このサイズ感ちょっと胸のハイライトがでかすぎるような気もしますが、まあこれはご愛嬌ということで、裏向けるとこんな感じ。結構ね、色再現できたんじゃないでしょうか。あとはまあ下地のピンク、そしてさらに下の黒サフが効いていてですね、まあ、割とメリハリがカラー的にも出てる感じはします。はい、意外と良かったなって感じです。で、サイズを比較しますと、これが、HG サイズですね。このゲルググもいずれ作ろうと思ってますが、このサイズできますね。このサイズに対してこうですね。はい、近くで見るとちょっと筆ムラもありますが、まあこの辺はご愛嬌。結構肉眼で見るとね、綺麗です。すごく可愛いです。一応艶消しも、こうとしてありますので、まあ、これで剥がれることはないかなということで、はい、はい、ではやっていきましょう。接着はこの、どうしようかな、もう分かんないです。瞬着とタミヤセメントを一応用意してやっていきたいなと思うんですが、どうなんでしょうね。そのなんか塗装の多分タミヤセメントとか多分多少塗装を犯してしまう部分もあるんですけど、どっちを使ったらいいのかとかがあんまよく分からないので、まあなんとなくで、ね、行きます。で、で一応飛行形態と、こうなんていうの、着陸形態と、まあ2種類あるっぽいんですが、まあ、悩んでるんですけど、ゲルググはとりあえずこの状態に作ったので、まあ、着陸状態で行こうかな。まあ足をつけるかどうかなんですよね。この足を別にいらないような気もしてます。ちょっとまあその足をつけるならこれがいるみたいなパーツがあるんですよね。こうしないといけないみたいな、このここがくらいですね。格納場所みたいになっていて、こうはめ込んで。足ないバージョンだったらこのこうやって接着、この状態で接着で、足あるバージョンだったらここを切って切るんですって。2つパーツに分けてこう開けて接着と、で足を接着と、足をこのような形で接着すると。どうなんやろな、まあ、置いて飾るなら、まあ、どっちでも別に変ではないと思うんです。うん、僕的にはもうあんまり足出てるイメージないので、もう足なしでその、まあ、宇宙を飛んでるイメージなので、まあ、それで行こうかなと思うんですけどね。はい、まあちょっと悩みつつ行きましょうか。じゃあ、
はい、ということでですね、結構大変でしたが無事完成しました。550分の1スケール、ジオン軍モビルアーマー、ララース専用モビルアーマーということで、はい、さあ、ててはい、こんな感じです。かわいいです。はい、いい感じにできました。私の爪のサイズでいうとこうですね。はい、超チャイチーなんですが、はい、こんな感じになりました。で、まあ、ここちょっとこういうところ筆塗りでね、ピンクのところちょっとねガタガタしてるんですけども、これも小さくてもう本当に塗りにくくて、はい、また下出るでピンクとかなかったんでちょっとラッカーのピンクで塗りましたんで、それも難しかったですが、はい、まあ、なんとか出来上がりました。旧キット本当に初めてですね。純粋旧キット製作初めてで、本当ほとんど、まあ、汚しとかはせずに墨入れぐらいやって、もうクリーンな感じでフィニッシュという形です。で、多少ちょっとグラデーションっぽく入れたので微妙にグラデーションしてるのが見えるかなと思います。ちょっと下手くそなんですけども、まあ、試してみたって感じですね。ボディ広いので、はい。で、ゲルググが、まあ、ちょっと別で撮ってましたが、こんな感じ、結構いい出来でできています。はい、ということで、キューキットの感想としては、まあ、精度がやっぱ悪い、はい、精度が低いというので、まあ例えばなんですけど、もういきなりこの後で気づいたんですけど、この穴の位置とかも、この縦の穴の位置とかも微妙にこうセンター出てなかったりとか、そういうところから始まるんですよね。あとはまあもちろんこう接着する面が合ってないとか角度が合ってないとか、これ多分かなりマシやった方だと思うんですよ。僕もっとひどいのがあるんじゃないかなと今後予想されます。で、こいつとかもそうなんですけど、もうそのパチッとはめるようなガイドの穴すらないので、もう自分の思った通りに接着するみたいな、まあ、逆に言うと楽しいんですけど、まあ難しさはすごく上がりますね。やりがいもあります。なので、まあ、今後もキューキットを販売されてるの見つけたら、まあ、買っていっていろんなのに挑戦してみたいなと思うんですが、まず初めてのやつはこちら、ララースの専用モビルアーマー、300円か400円ぐらいのキットでございました。はい、見ていただいてありがとうございました。